ですんで、まずね、これ始め方がわかんないっていう人が結構いたと思うんだけど、とりあえず、まあホストもしくはジョインなんですけどね。まずホストでやるか。例えば、まあちょっと一旦これで、説明をしますか、まずは。どんなゲームかっていうのを。扱い雑じゃない？ 扱い雑！びっくりした。で、本題はこちら。基本的にエスケープキーを押すと、このスマホが開けるんで、これが基本的なメニュー画面になってます。で、まずどんなゲームかっていうと、例えばタイムトライアルでやってみようか。タイムトライアルでちょっと一人でまず見てみますね。片桐チームに入って、で、マップを、結局これタイムトライアルのマップこれ1個しか見当たらないんだよな。なんか分かったら教えてください。あとゲーム。これが、面白いとかですね、分担作業なんですよ、これ。戦車には、いろんな機能があります。いろんな設備があります。これを、一人でやるととんでもないことになるんで まあ、最低2人、できれば3人以上。で、これが戦車なんですけども、これを使うと外を見れる。で、外を見ると実はこんな感じになってます。これ僕のチーム。で、今回タイムトライアルだけど、実戦形式だった場合、相手チームがどっか別の戦車がいて、そいつと打ち合うみたいな感じだな、になるはずです。で、例えば、今ここにいるじゃないですか、僕の方針。で、方針こっち向いてるね。例えば、じゃあ一番わかりやすいとこ、弾を撃ってみよう。弾を撃つには、まずここに、おっと、これ持たれて見ないか。まあ、ここに弾を込めるものがあるんですけど、まずこれ自販機です。自販機みたいなもんです。で、弾がいろいろあるんで、これも後で説明しよう。後で説明しますが、この弾から、例えば C3 の弾が欲しい。つったら C3。って入れて、チェックを押すと弾が手に入る。で、これを埋めるみたいな。ひざでございます。いらっしゃいませ。協力者募集中でございます。これを例えば埋める。ここでマウス操作が必要なんで、多分ね、マウスとキーボードでの移動が、キーボードのマウスの操作が一番いいと思います。はめ込んだらちゃんとガチャコンってすると、これでちゃんと装填されます。で、この状態になると、もう撃てる状態ですので、これで例えば、このシュートボタンだな。このシュート。押すと、発射ってできる。ターゲットはデストロイ。あ、こっちが割れたな。こっちが割れたね。という感じです。で、いろいろ機能がこれだけじゃなくて、例えば、これだな。これ、何かっていうと、戦車が移動するかのやつですね。例えばこれ、右側に1にすると、こうやって右にちょっとずつ移動しておきます。で、肝なのがね、これ、同時に全員が外できないんですよね。必ず外を見れる人は、この見るの一番重要だと思うんだけど、外を見る人は 一人しか見れないんだよね。だから操縦してる人は分かんないんで、どこら辺まで移動できるか。なので、このゲーム、大事なのはコミュニケーションです。ボイスチャットもできるし、ゲーム内でも、ちゃんと日本語打てました。こういうことを言って、ちゃんと指示を出してあげてください。弾を込めて撃つわけです。そう、ボイスチャット必須というかね、コミュニケーションが大事なゲームだよ。最低でも、一人は司令塔が必要だな。んで、さっきの感じだと、普通に撃つとあんま強くないんだけど、例えばそうだな。ここからあと多分この向きだったら、もうちょっとこうじゃな。この方針の向きだと多分こう行ってここに当てたい。けど、さっきの勢いだとこんなもんぐらいしか飛ばないのよ。多分。試しに撃ってみようか。
で、コミュニケーションするゲームです、これは。みんなで、違う違う、そっちじゃない、そっちじゃないってやるゲームです。これだと飛ばない。じゃあ、どうやって飛ばすかっていうと、E に、例えばこれで、打ちます。これだとダメかな。まあ、やってみるか。ここにパワー。これはね、打つ強さ。だからこれを例えば10とかマックスにすると、さっき打った奇跡がこれね。まあ、この辺ぐらいまで落ちちゃいました。で、これを打つとな、今度は、パワーマックスにしたんで、チョイーンと飛んでったね。飛んでったけど、これだと弾の威力が弱かったな。なので、今度はちゃんとした強い弾を使って、多分もうちょっとだけ方針を右にした方がいいのかな。だったら、これが方針ですね。今45度に向いてるけど、これをぐるぐる回して、例えば、50度ぐらいで十分かな。この向き。ちょっとだけ右に傾けた。で、シュート発射。出揃い。いけました。っていうのをね、実戦では動く戦車相手にやります。さあ大変だ。あとは、そうだな、各機能で一個ずつ機能を言っていくと、まあ、これはさっき言った通り弾の発射の強さでしょ？パワー。で、これは弾丸を持ってきてここに踏み込むと装填できる。で、これは、まあ、撃つ角度だな。で、ここが一番大事、外を見る役。司令塔だな。あとは、これ、燃料なんですけど、あ、こうやってわかりにくいな。まあ、燃料なんですけど、動いてると、だんだんこの燃料減るんですよ。ちょっと動かしてみるか。ちょっとゆっくり動かしてみるよ。ガトン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 。ほらほらほら。だんだん減ってる、だんだん減ってる。こうやって動いてるんですけど、だんだん燃料が減っていきます。で、これは補給しなきゃなんないんだけど、補給するには、これだな。結構大変なよ、補給するの。これで一人欲しいレベル。燃料タンクをまず持ちますね、ポリタンクを。で、こっから、これガシャガシャと燃料出てくるんで、これをニュッと腕を伸ばして、ガシャ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 。これ多分マウス操作必須だと思う。ジョイント受けでできる？これ、PB さん。これ。まあ、やることは分かりやすいからね。これも、この係の人。で、これで持ったら、よしよしって、よしよし持ってって、エッサホイスト、エッサホイスト持ってって、で、これをトップントップンと。こんな感じ。そうすると、ガスが溜まると。これ左右移動するのに必須になるんで、ガソリンは。これ切らしたら移動できなくな、できなくなります。あと、なんか持ってるときはここに書いてあるけど、Q で落とせる。いらんアイテムは。あとは、そうだな。そう。狙われた時に、撃つのもいいけど、あとは、これ。バリア。狙われたら、これでバリア張ることもできる。ただ、バリア張れるけど、これだな。もう消えちゃったか分かりにくいか。このバリアも実は、あと、その燃料がありまし、燃料というか、チャージがありまして、ずっと使ってるとなくなっちゃうよ。今勝手に消えちゃったね。それもちゃんと手動でオフにしないとたまらないからね。ずっとオンにしてると0%まで消えないから気をつけて。これ、じわじわと、この縦のマークに青いのが溜まっていくけど、これ。これが、バリアの使える残量みたいなもんなんで、ここぞという時に使わないと、防げないですね。あとは、そうだな。これ。これは、風向きを表してますね。わかりづらいけど、まあ、これだったら多分右にちょっと2段階分ぐらい風が吹いてるのかな。その場合だと、あ、今1段階になった。こうしたらわかりやすいかな。
風向きがあると、まあ、砲撃が影響を受けてしまう。簡単に言うと。例えば、あとシフト。シフトでダッシュできます。だダッシュするところで頭の上のゲージが減るんで、多分うわーって全部減っちゃうともう移動遅くなっちゃう。回復するまで。なんで急ぐときはスプリント。シフトキー。で、Q でドロップとスペースキーも使うね。あ、で、そうそう。風向きについては今右に吹いてるから、今この状態で真上に打つと、多分、ああ、わかりづらかったな。わかりづらいけど、ちょっと右側に反れる感じだね。ちょっと天井に当たったからわかりづらいけど、若干右に反れてるね。っていう感じ。あとは、説明したのあったっけ？あ、これこれこれ。あと最後に、これ、撃たれると、施設設備が燃えます。これ自分で自分に撃てないかな。撃てたらわかりやすいんだけど。うわー！撃たれたー！で、撃たれるとこうやって火がつきます。火がついたものに対しては、この消火器を持ってスペースキー。で、シャーって消せるんで、これ消しましょう。あと、撃たれると、これだな。体力が減る。多分、1000ダメージかな。1000ダメージ食らうと、戦車大破かな。で、今400ダメージ食らったから、40% 減ったみたいな、そんな感じだと思う。で、燃えてるの放置するとどうにかっていうと、別に燃えてても、体力減ってないじゃんと思うじゃん。当然、燃えてると設備が使えない？わぁ。これ弾薬の自販機、弾薬庫なんだけど、弾薬庫燃えてるって相当やばいな。まあ弾丸が取り出せないですね。で、さらに言うと、自分が燃えることもある。自分というかチームメイトが。で、まあ人が燃えちゃうと、その人は操作できないで勝手に暴れ出すんで、うわーって走り回っちゃうんで、人が燃えてた時もこうやって消してあげましょうっていう感じ。キューで捨てて。熱い！熱い！誰か！誰か助けて！熱い！熱い！俺これ動けないのもう勝手に動いちゃうの。助けて助けて、熱い、ありがとう。まあ一通りはそんなもんかな。そんなもんで、まあ基本的にはこの的を撃つか、もしくは動いてる敵を倒そうみたいな、そんな感じです。じゃあ、ホストで、パブリックをオフにして、ボイスチャット、このゲーム内ボイスチャットも使えます。これ今パブリックオフにしたよな。で、みんなは、ジョインっていうのを押してもらって、コピーコード、今これ貼るわ。これだ。多分このコピーコード。これをジョインっていうとこ押してもらって、下の、なんか、入力欄に多分これコピーして貼り付ければ、あ、いけない、オッケー、ありがとう、これだ。これでプライベート参加いけるわ。エンターキーでチャットが打てます。エンターキーでチャット打てますんで、これで、いろいろメッセージ打てますね。なんだっけ、ダンスだったかな。あ、あった。わかんないけど、なんかわかんないけど、スラッシュダンスにしたら、踊れた。だから何？知らん。あとはね、このコミュニティから、特定の人に、例えば、みんなにこうやって、メッセージ送ることもできるし、これ多分みんなに言ったと思います。やろうやろう、あと、シュークさん。あと個人に送ることもできるはず。例えば PP さんに。うん。
こうやって個人に送ることもできるらしい。多分これはPP さんにしか言ってないと思う。断られた。ゲーム中にも多分使えるんで、これに関しては。ゲーム中に他の人に、他の戦車とコミュニティ取りたかったら、例えば敵戦車とかと取るんだ、コミュニティ取るんだったら、これでやる感じらしい。あとは、まあ、この見た目はね、課金要素らしい。課金要素というか、今みんなフリー、無料版でやってると思うんだけど、有料版にしたらこれで、姿選べますね。ただ、ガチャでした。例えば、カラー、バイ、やるじゃん。ガチャでした。グリーン、やった。で、このお金はなんか有料版というか500円払って、製品版にしてから、いろいろ戦ってると増える感じらしい。まずはみんなで同じ戦車乗ってみようか。じゃあみんな、改めて、まずエスケープキーでスマホを開いてください。スマホを開いたら、チームス、この赤い旗になったチームスを押して、このジョインクリックしてください。すると、チーム選べますんで。まあ、今、1チームしかないから、これで全員かな。お、ちょうど8人だ。よし。じゃあ、始めます。みんないいね。みんな入ったね。オッケー。じゃあ、行きまーす。じゃあ、まずタイムトライアル、さっきと同じようなやつなんで、いろいろ、説明しながらやりましょうか。じゃあ、この右上の的を狙ってみましょう。じゃあ、どなたか、まずは、弾をもう込めてあるな。でも、その弾ちょっと。ま、いいか、撃ってみっか。じゃあ、誰か、この下の、俺の真下にここにあるでしょ、このシュートってやつ。誰かのシュートを撃ってみてください。わあなんでいきなりこの特殊たくさん売れるんだ。弾にも種類があって、実はこれ撃った場所に移動するテレポートなんです。そうだな。一番わかりやすい弾で言うと、黄色いやつ。なんかノーマルって書いてあるでしょ。これが一番基本の弾なんで、一旦じゃあこれを持ってきてくれ。誰か。あ、もう詰めてある。偉い。じゃあ、これを撃ってみよう。じゃあ、誰か射撃お願いします。ナイスこんな感じだな。じゃあ今度はどなたか、金さんちょうどいいね。金さんじゃあちょっと左に動いてみてくれるかな。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。いよいよ。いよいよ。いよいよ。あ、その辺でいいかな。じゃあ、今度はこの右のやつを撃ってみるか。手際がいい、みんな。方針を動かす人、手際を移すと。ただ、まあ、じゃあ、試しに一旦これ撃ってみる？じゃあ、撃ってみましょう。じゃあ、射撃お願いします。と。これだと、パワーが強すぎて、まっすぐ飛びすぎちゃう。なので、じゃあ、きなこもちさんそのパワーを限界まで下げてみて。すごい、もう先にもうスタンバってるみんな。じゃあ、この状態でもう一回、撃ってみましょうか。お願いします。オッケー、なんかすごい、ボトッと落ちたけど、こんな感じだな。そうだな。じゃあ、そうだね。じゃあ、金さん、移動お願いします。左方向に。じゃあ、この弾の真下、画面の中央あたりまで来るまで左に移動お願いします。いいですね。あ、ちなみに移動しながら燃料がなくなると思うんで、燃料補給も適宜お願いします。じゃあ、この状態で今度は、方針を真上に向けてみよう。方針を傾ける係、お願いします。あ、いいですね。じゃあ、もう、一旦これ真上に向けてみよう。じゃあ、試しにこの弾を一回撃ってみましょう。じゃあ射撃お願いします。ごめん。自分に当たった弱すぎて。パワー弱すぎて自分に当たった。パワー変えるの忘れてた。今度はじゃあパワーをたくさん上げた状態で、じゃあこの状態で今度撃ってみましょうか。じゃあ射撃型お願いします。影山さんかな。お願いします。発射。で、普通の弾だとここで引っかかっちゃうんですよ。まあ当然壁貫通しないじゃないですか。じゃあここで弾の説明をしようと思う。ちょっとお願いします。
で、弾薬って実はいろいろ種類がありまして、さっき、使ってもらったのこの、例えばこのノーマル、黄色いやつ。ノーマルで、右下に書いてあるんだけど、まあ、スタンダード、基本的なやつです。で、今回じゃあ、例えばこの A2 これ使ってみよう。このドリルショット。先端がグリグリしてるなんか痛そうなやつ。このドリルショットっていうのが、ダメージ同じくらいなんだけど、壁を貫通するやつ。これをただ試しに打ってみましょう。じゃあ、どなたかドリルショットを持っていってください。じゃあ、それを打つとどうなるか、じゃあ試しに打ってみてください。お願いします。本当にドリルショットだと、障害物を貫通して反対側まで飛ぶ。っていう感じになります。いい感じです。で、強さマックスでいけるかな？じゃあこれで通常弾で打ってみましょうか。お願いします。ナイス！したら、あとは、あと1個なんだけど、この1個狙うの大変だよね。どうする？貫通弾を雪だるまのどてっぱらにぶち込むか。さっきみたいに。それとも他の弾を試してみましょうか。それぐらいで、それなんだ？それバグショット、それ拡散ショットか？まあ、一回撃ってみようか、じゃあ。あ、その辺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 。じゃあ、これで試しに撃ってみてもらえますか。お願いします。じゃあ、これ何撃ってんの？何撃ってんの？ああ、かじった！危ねえ！危ねえ！ 誰だ？バグショット詰め込んだのは。まあでも、選択は悪くなかった。あれもうちょっと弱ければ多分ね、うまいことこの辺に跳ね返って、ポンポンポンとかで当たった可能性ある。で、あ、それないっすかも。なるほど。今紫のテレポート弾、誰か詰め込んでくれたんで、それむしろないっすかもしれん。じゃあそれでもう一回撃ってもらってもいいかも。パワーそのままだよね。じゃあ、影山さん、これ試しに打ってみてください。紫は飛びつきよって、おい、影山さん、これ見えないんだけど。 見えないだろうが。 弾の上に乗ったわ。弾の上に乗ったわ。どうしよう、これ。 下狙いねー。あー、落ちた、落ちた、落ちた。ナイス、ナイス、ナイス。ということで、チュートリアルが終わりました。いかがでしょうか？ よろしくお願いします。じゃあ、これからじゃあスタートしますんで。お願いします。対戦よろしくお願いします。勝ち負けとかマジで気にしなくていいから大丈夫だよ。模擬戦みたいなもんだ。始まったな。外の様子、打こちんなってまます。す。お願いします。 今、外の様子こんなってます。こんなって言ってもわかんねえか。まあ、みんな見てみればいいや。ちょっとみんな一旦外の様子見てみよう。じゃあ一旦。これ一人ずつ見てみて。外がどうなってるか。そんな感じになってますけど。で、他の人が見てる間は見れないんで、今こういうマップです、今回は。じゃあ、そうだね。まずは右に行って進軍してみよう。今山の途中で止まってます。燃料がないので、燃料も用意しながら、じゃあ、どんどん右に進行してみよ右行きます。う。あ、いいです、いいですおね、願いいいしですます。ね。あ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。今、山をてっぺん越えた。やらせてください。あ、燃料ない。ね、あ、ちょっと待って。山をてっぺん触ってる、今。山をてっぺんに触ってる。燃料組んで、燃料。燃料今組んでるね。よし。で、弾も言ってる。バリアいらん。あ、バリア、あ、でもいるかも。方針は結構相手危ないかも、今。撃たれたら、ワンチャン当たる。逆に、こっち撃っ全ちゃっ速てみ電てもいい車けどだ。ね。試しに撃ってみてもいいよ、むしろ。今全然、あ、ちょっと待って、ストップ。ちょっとね、方針を上に傾けてみて、左か。方針をちょっと左にしてみて。もし左できます。あ、だやか、ろう。だか、だか。オッケーオッケーオッケー。よし、それで、撃ってみよう。影山さん、ゴー！ああ、惜しい。もうちょい強くだな。あと、パワー1個だけ強くすればいけるかも。よし、じゃあ、弾込める人。弾込めてくれ。パワー1個上げた。ウキさん、弾込めて、誰かシュートの立ち位置についてくれ。
影山さん、シュートだ。打てー、危ない危ないダメだな、これ。全然当たってないや。ちょっとね、相手の血のりがいいね。ちょっと、あ、やばい。向きを定められたんで、ちょっと進軍しよう。前に進もう。はい、行きます。オッケーオッケー。どんどん進め、どんどん進め。行きます、俺、行きます。よし、停止停止停止。ストップ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 先生。えっと、行った、行った、行った。で、もうちょっとあの、星を右。星を右。星右、星右。方針を右にして、いいぞ、ストップ。あ、行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ。もうちょっと、45度くらいかな。はい。よし、撃て撃てそこだ。うわ、強すぎる弾の強さが強すぎる。ちょっと弾の強さ変えます。あ、いいか。じゃあ、5くらいかな。5くらい。5、4でもいいかも。いいか。じゃあ、4で撃ってみよう。よし、影山さんお願いします。発射ー、当たったー、当たったぞ、待って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 、弾詰めて弾詰めて弾詰めてどんどん弾詰めて。ちょっとだけ後ろに下がられたんで、ちょっとだけ、ま、傾けていきますね。よし、撃ったらもうすぐ発射しちゃっていい。発射、あ、ごめん、めっちゃ下がられてるわ。いつの間にか。あ、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる。あ、燃えた。切ってた。めっちゃ燃えた。お疲れ様です。スタートゲーム。落下ダメージはないはず。なんで、落下ダメージは多分気にしなくて大丈夫。よし、よろしくお願いします。さっきと同じ状態なんで、わ。じゃあ、また右に取り出しますか。早い。やります。やります。早い。おー、いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。あ、止まれ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 。今山のね、手前のとこにいるんで、山のとんがりの、ちょっと山の壁になって当てやすいとかと思います。見てみていいですよ。なんでここから撃ってみましょうか。もうちょっと方針を右にしたらいいかな。右右右。オッケーオッケーオッケー。もっと右もっと右。もっと右に傾けて。もう真横でもいいレベル。オッケーオッケーオッケー。それで、こんなもんだから。じゃあ、弾の威力4ぐらいでいきますか。4、オッケー。じゃあ、影山さん、ショットお願いします。発射！ごめん、全然足りなかった。5か6だな、これ。じゃあ、僕、弾の威力変えるんで。じゃあ、次、弾込め、ウルキさんお願いします。影山さん、シュート準備。いいな、発射！お、お、お！うわぁ、もうちょっと！もうちょっとだね。じゃあ、錦さん移動だ！ちょっと左に戻るんだ。やらせてください。あ、いや、ちょっと待って。待て待て。いいぞ、いいぞ。ちょっと様子見、ちょっと様子見。ちょっと左に動こう。左に動こう。相手がね、動いてるんですよ。相手が動いてるんで、ちょっと左に戻ってもらえますか。すいません、燃料がなかったです。すいません、燃料がない。なんだって、危ない。よし、燃料だ。急いで燃料込めるんだ。あ、込めてる、込めてる。オッケーオッケー。一人込めるんだ。危ね、相手も撃ってきてるな。じゃあ、こっちはこっちで撃つか、その状態で。いやー、でもなー、どうしよう、これ。あ、相手が動いてる、相手が動いてる。よし、もうちょっと動かしとくわ、少し。相手がその後狙いを定めてるんで。わかりました。危ない！すげえギリギリ。いや、もう、オッケーオッケー。ちょっと前に動こう。西木さん、前に動こう。行きまーす！オッケー、ストップ。じゃあ今度は、方針を少し後ろに引く、木さん。あ、オッケー。あ、ごめん、もっと右。
あ、ごめん、相手が動いたんで、やっぱり、もちろん右で。結構右側にお願いします。OK、その辺。その辺、その辺。よし、じゃあこれで、撃て！発射だ！いやー、強いか。いや、もう一段階威力弱めてみる。じゃあ、古木さん、そのまま溜め込みお願いします。そうね、相手もそろそろ撃ってくるかもしれない。うわー、撃ってる、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし、溜め込めたらすぐ撃っちゃえ。お、赤玉いったね。撃てー！当たった！しかも大ダメージ。ナイス、その赤玉。うわ、どんどん撃って、どんどん撃って。どんどん撃っていいぞ。フィッタリ当たった。どんどん撃て、玉込み次第撃て。あ、待て。移動が始まった。ちょっとじゃあ、そのままの位置で、方針を、5度ぐらい左側に動かしてもらえるか、誰か。今の状態から5度。OK、OK。それでいい、それでいい。それで、じゃあ撃っちゃえ。発射だ。ああ、惜しい。ちょっと下がろう。ちょっと下がろう。相手に狙われてる。下がります。オッケー、ストップ。今度はじゃあ、また方針は右だ。相手ドリルってほんとほんまや。ドリル撃ってんのか。あ、じゃあ、なんか別の球撃ってもいいかもね。いいぞいいぞ。もっと右だ。もっと右。右にがっつり。オッケーオッケー、それ、オッケー。停止。それでちょっと一旦撃ってみていいですか。お願いします。あ、ニシキさん、テレポッター行くか。行っちゃうか、むしろ。むしろ行っちゃうか、それ。奇襲をかけよう、じゃあ、それで。じゃあ、もう、撃っちゃうか、それ。撃ってしまおう。なんか、ハイクアイテムっぽいのあるな。まあ、いっか。じゃあもう、撃ちましょう。テレポッターなので一気に敵の目の前に行きます。よし、次の弾を準備。次の弾準備。方針変えます。目の前で、撃て。いくらでも撃っていい。いくらでも撃っていい。うわ、うちの戦車の上に相手が乗り越えてる。方針、どこに撃っても方針に当たる。撃て、いくらでも撃て。無限に撃て。相手がなんか乗り上げてきた。痛い。俺にも当たる。まあ、いいか、撃っちゃえ。相手の方がダメージでかい。痛い。俺にも当たる。これ燃えてない、大丈夫。まあいいか。多分相手の方がダメージ受けてるから、どんどん撃っちゃえ。あ、撃った。なんか乗り、全然何があったか分かんない。乗り越えてきたんだけど、俺の戦車に。クソ笑ってるだろうな、これ。